8月24日、県民の日事業の一環として、フェスタシズウェル2013が県総合社会福祉会館で開催されました。会場では、静岡英和学院によるハンドベル演奏や、大道芸バルーンアート、イメージキャラクター祭り、似顔絵ライブ、アメフジさんによるアメ細工など、子どもたちが楽しめるイベントのほか、みんなで踊ろう、まるちゃんの静岡音頭では、来場者が踊り方を教わりながら、楽しく音頭を踊っていました。また、東北のお菓子や復興支援 T シャツの販売など、東日本大震災の復興を応援するイベントも行われました。そのほか、サウンドテーブルテニスなどもあり、参加者は福祉について理解と関心を深める機会にもなりました。